で。そうだね、なかなか取れなかったね。そう、でも今最近は台湾は解禁された、旅行とかいろいろ状況も落ち着いてきて、みんな夜市とかにも行くようになったね。そう、で今回選んだのは新北の三合夜市。地元の人が行く夜市なのかな。そう、外国人がいない。でも本当にディープなスポットなんだね。そう、オレンジライン台北シャワー駅から1分ぐらい、本当に目の前ちょっと歩くぐらいだよね。そう、準備できた。いつでも準備できてるよ。はい、ということで今日の企画は、三合夜市で、せーので満喫してみよう。大丈夫大丈夫、もう半年準備。あ、半年半分用の準備してたもんね。じゃあ、沼のコンビ挑戦します。イケメンはね、皆さん多分、うん、なんでこのイケメンはこれシュート部なの。でもこのシュート部屋さんだけど、一番有名なのは第5文字、かける第5文字が有名です。你好、一般那个萝卜糕就好了。そんなついてないんだね。一緒に食べよう。いただきます。いつもの大根餅より香ばしい。油で揚げてるからこってりしてるかと思ったら全然。朝ごはんのローポーガーはいつも定番で焼いているから、こっちの方が香りがあるかもしれないね。ちょっとはサクサクして美味しい。なんかパンの味もする。ちょっと周り、あとこのソースもあっさりしてて美味しいね。揚げてあるからそのこのソースがぴったりだね。しかもこれ超安いよ。嘘、1個いくら？25元。100円以下で食べれるってこと、これが、そう、最高すぎる。シンプルだけど満足感あるね。お店のシュートも美味しいよ。しかも入り口から近いから見つけやすいかもしれない。でも名前がない。看板とこの漢字を見るしかないね。赤い看板。じゃあ引き続き食べようか。はい、あ、ごめんなさい、私たちもう早すぎて3秒ぐらいだ。じゃあ次のお店行こう。みんな大好き、鸡排。普通の鸡排？違う、この名前は炸鸡排じゃなくて蜜汁鸡排。甘そう。そう、じゃあ甘じょっぱいのかな。そう、いえ、楽しみ。あ、かかわ、これが蜜汁鸡排。はい、買ってきました。これ70元の蜜汁鸡排。めちゃくちゃ大きいし、厚いし、柔らかそう。しかもなんかお客さんも多いね。作りなしに来てました。そう、いくよ。何この柔らかさ。お肉柔らかすぎて豚肉みたい。周りのタレがすっごい甘くて、みたらし団子とかより全然甘い。甘じょっぱいじゃなくて甘甘じょっぱいぐらい。しかも揚げたてだから周りがサクサクしてるのと、タレのせいでちょっとしんなりしてる部分があって、もう絶品。お肉も柔らかいだけじゃなくて分厚い。衣が厚いジーパイとかもあるんだけど、これは衣がそこまで分厚いわけじゃないから、お肉の美味しさを本当に楽しめる。美味しすぎる、これ。すずさん、鶏肉は自分も甘みがあるよ。食べれば食べるほどハマる美味しさ。ハマっちゃう。これ大きいから2人でシェアでいいかも。1人35元。お得だね。ファミチキより全然でかい。ファミチキの4倍ぐらいある。え、私好き。私も好き。いつでも食べよっか。次の
店来ました。この店は昔食べたよね。ちょっと紹介したよね。そう、千と千尋飯みたいな。ここはめちゃくちゃ有名。三和イエスと行ったらこのお店絶対出てくるよ。お店の中すごい今にぎわってるもんね。30元、めちゃくちゃ安いよ。だいたい1個のローヤンは50元ぐらい。じゃあ一緒に食べよう。こうやって見て、うわすごいプルだ。いただきます。一番成功なのはこのソースだよ。デザートぐらい甘い、片栗粉のこの皮がもともと味がないから必ずソースと一緒に食べる。食感はプリプリして柔らかくて食べやすいし、このソースをつけると絶品になるよ。真ん中にお肉が入ってるんだけど、それもジューシーですごい美味しい。じゃあお肉いただきます。ね、本当に30元で大丈夫かな。あともういいところがお店の中で食べれるってところだね。確かに。最後の一口、結構ダメだし。金額は125元。もう125元。残りのは150元。倍以上食べれるから結構お腹くるよね。うん、今までの唯一よりも価格的に安い。なぜかなんて話して、してます。おすすめのドリンクいきます。はい、着きました。これもめちゃくちゃ人気あるお店だよ。それはこれです。1979年、41年前、歴史があるよ。絶対美味しい。 500cc 50元買う。はい、来て、人がいっぱいいる。カバや牛乳、いただきます。カバやの香りがすごい。私牛乳飲めないけど、でも思ったよりこの牛乳が少めだから、パパヤの味の方が強い。濃厚な感じ。本当に今は夏だからめっちゃ暑いよ。しかもさっきはなんかアッパーっぽいのものを食べるばっかりだから、飲んだ瞬間すっきりする。まだまだめ。いただきます。どうですか？飲み物じゃないよね、スイーツだよね。クリーミーだし、パパイヤの濃厚さがたまらないし、本当にリフレッシュする。引き続き飲みましょう。これは何？しょっぱい。普通はさ、甘いデザートとして食べられる。食べるけど、じゃあワンタンから食べるかな。味がめちゃくちゃあるね。なんか噛めば噛むほど汁がいっぱい出てきて美味しい。超柔らかいし食べやすいし、スープはあっさりしてるけど中のワンタンの味がすごいしっかりしてる。しかもすっごい人だね今。満席。このタイを食べる。はい。中にはお肉、台湾の雰囲気を味わいながら台湾の美食を食べれるなんて最高。しかもここは街の中に。そうだね、もうほんと通りの中に椅子とかがあって、気軽に食べれる屋台だね。面白い面白い。食べ続けようか。はい、最後の一口いただきます。すごい。お腹がいっぱい。お腹いっぱいだね。あといくら残ってんの？35元。だからそれスイーツの時間だね。うわ、スイーツ買える。35元ね。見て、ワンコインのスイーツ。すごい、プルプルしてる。完全な。これはパイナップルの味だよ。じゃあいただきます。うわ、うわ、すごいもっちりしてる。いただきます。こんにゃく畑みたいな味する。安い安い。もう10元しかないから。いいね、ワンコインでこんな食べれて。マンゴーもあるし、パッションフルーツもあるし、いろんな味があるよ。じゃあ残り25元、最後探せるかな。 OK。ゲットしたんですけど、これもですね、この夜市のおすすめのランキングの中に入っていたものです。25元ぴったり。イエー、使い切ってる。早速食べてみたいと思います。見た目デニッシュみたいですね。食べてみます。ミニクロワッサン
ンのもっとサクサクした感じ。本当に美味しい。周りすごい甘くて、中クロワッサン生地で、やっぱ美味しすぎる。片手で食べれるところが最高。うまい。やみつきになっちゃう。サクサク。でしょ？バターとミルクの味すごいなんか、クリームパンみたいな感じでももっとサクサク。最後の一口です。うん、すごい。ごちそうさまでした。はい、降りました。久しぶりに1000円チャレンジしたね。めっちゃ暑かった。この時期でも本当に暑いし、あといつもよりすごい挑戦だったっていうのは、安いからいっぱい食べれちゃう。嬉しいことなんだけどね。ご飯探しに満足して帰れるね。そう、どうですか、マナ。いろんな種類の台湾料理を食べれたのと、地元ならではの夕食を食べることができて最高でした。本当におすすめですよ。じゃあ皆さん落ち着いたらぜひこの夜市に来てみてくださいね。地元しか知らない夜市だよ。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きならこのチャンネル登録して、またまた。